はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。今日はですね。え、こんなだったの衝撃のボロボロ城というタイトルでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。えっとです、ねえー、今日はお城の写真をシェアしたいと思います。えー、昔のですね、目打ち張ってたボロボロのお城の画像を、えー、先日、あの、廃城令の 動画作ってるときに見つけたんで、あの、ちょっと自分としてはこうびっくりする写真だったんで、えー、これをあの皆さんにもあの見ていただきたいなと思って、ちょっとまとめた動画を短く作ろうと思います。えっ、ー、とね、これが松本城ですね。松本城。 右に傾いちゃってる松本城。これもまあすごい写真ですね。えー、それから小田原城の解体中の作業、あのー、写真のようです。これも小田原城ですね。もう壁がえ崩れ落ちてボロボロの画像。これも小田原城。これはえっと。 鶴ヶ城、えー、会津若松城ですね。こちらも同じく鶴ヶ城です。ボロボロです。これ姫路城、姫路城もボロボロです。すごくボロボロです。これは姫路城の一部ですね。 こんな風にもう崩れ落ちちゃってますね。えー、っとね、これが松山城だったかな確か。こちらも同じく松山城ですね。もうボロボロで、えー、もう崩れそうです。何も。あのー、本当お城って、あ、こんな扱いだったんだっていうのは、また一つこう画像で見ると、あのー、 びっくりする感じですね。あの、この間の排除例の動画を補足するようなあの意味合いになってくるかなと思うんですけども、あの、こういったあの、画像がですね、 えー、頭に入ってるとですねまたこう当時を考察する上で、あのー、今後非常に役立つんじゃないかなと思って、えー、皆さんにもあの一度、あのー、見ていただければなと思ったんでこの動画を作りました、えー、今日は短いですが、えー、以上となります、えー、よかったらじっくりまた見てください、えー、画像の方見てください、えー、ありがとうございます